皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団ハチでございます。そして皆さんこんにちは、腕時計沼の住人ゆうきでございます。ゆうきさん、ご購入おめでとうございます。めでたくない、めでたくない、めでたくない、全くめでたくない。そうですね、いろいろありますからね、裏が。まず4月4日、はい、ゼニスクロノマスター吉田スペシャル限定88本、はい、7分35秒、もうすぐ子供が生まれるタイミングでの出会い、お父さんになるからこそアクティブな色をつけて息子を抱っこするかっこいい大人になりたいと思いこれを買いましたと、だいぶドヤ顔で言っておりましたね。はい、はい、はい、言いました。どう動画14分19秒、団長から長く使っていって息子に譲る感じですかに対しと思います。 GS とこの子はちょうどいいと思います。記憶にございますか？はい、あります。自分は苦労してそうしましたが、息子にも若いうちからいいものに触れてほしい、その負担を少しでも減らしてあげるならと、この時計を譲るつもりでいますと述べていた記憶がございますが、いました、ね、今そのクロノマスターは、はい、クロノマスタースポーツと、グランドセイコーの SBG257、どちらもですね、このデイデイトに姿が変わってしまいました。吉田スペシャルのみならずグランドセイコーもね、はい、まあ、このグランドセイコーもね、動画の中で、まあ、息子に譲ると、はい、言ってましたね。つまり息子に譲ると言っていた吉田スペシャルと、やっぱり息子に譲ると言っていた GS の2本が合体してこの自分の時計になったと。めっちゃ特定してるっすやん。いつの動画の何分何秒。いやだってあんだけさ、ね、むちゃくちゃいいこと言ってるなって、はい、なんか多分あれに共感したね、時計兄貴は俺は多かったと思うし、なんだったらそれをグランドセイコーという非常に兄貴受けするブランドの中で、息子が生まれた時に息子に譲ることを想定して僕はこの時計を買いましたと、はい、言っていたのを僕は覚えている。はい。ところが譲るまでもなく自分の時計を買うために犠牲にするこの男よ。すいません、まあ仕方がない。ちょっとまあいろいろ出会ってしまいまして、いろいろ出会ってしまった。お金を作るために、はい、生贄に出させていただきました。もうね、2体を生贄にして、2体生贄にして、まあ貯金も使ってこのデイデートになったということになります。もう全力だよね。全力で、全力だよね。もう何でもかんでも、もう売れるもん売ってで、あ、ちょっとお金作って手に入れようっていう感じに、まあ、このアイスブルーのデイデートはなってしまったので、ちょっと息子に譲るっていう話が大どんでん返しで、大どんでん返しで、もう犠牲になったのがさ、未来の息子だけっていう。まあまあ、未来の息子ちゃんが得られる2本がね、なんかそうですね。まあでもこれをつけてね、頑張りたいって気持ちも当然あると思うし、はい、まあ俺はそれを横でね見てたからテンションもノリも知ってるんだけども、はい、うん、それぐらいこの時計に惚れたっていう話だもんね。そうですね、このデイデート見に行くよってなった時に、うん、ハチさんについてきていただいたんですけど、うん、まあ、その時やっぱり結構僕からしたら手が届かない存在だと思っていたし、うん、まあ、それなりにやっぱりハードルが高い時計だったんですけど、うん、ただこのアイスブルーの色と、まあ、あとコンピューター文字盤、この彫りが入っているやつの組み合わせがめちゃくちゃかっこよくて、ちょっと気合い入れてなんとかいきますってハチさんにはその時言いましたね。で、そうだね。ただその時はクロノマスタースポーツとかを売るって話はしてなかったですよね、うん、いやしてなかったし、正直なんか、あ、本当に行くんだっていうのは思って、うんうん、じゃあね、ちょっと振り返りたいなと思うんだけど、はい、これだって3日ぐらいで決めたでしょ。3日2日ですね。2日ぐらいだよね、はい、だからすごい覚えてんだけど、もともとの話がさ、はい、ウォッチ&ワンダーの新作発表で、はい、ロレックスがめちゃくちゃ良かったねっていうところからスタートした会話だったと思う。そうですね、まあ、今年2023年のウォッチ&ワンダースで、うんうん、まあ、
はそのデイデイトのカーネリアンとか、うん、あとパズル、デイデイトのパズルだったり、うん、オイパペのセレブレーションだったり、うん、今までのロレックスだったらやってこない文字盤の種類とか、うんうん、まあそういう挑戦、もう実用時計として一流のブランドがなんか遊んできたじゃんみたいな、そういうモデルが多かった年かなと思って、うんうん、去年がさ、良くも悪くも順当な進化だった、うん、まあ変な話遊んでないというか、うんうん、そのまま良くなったねという感じで、新鮮味はあったけれども、やっぱりまあなんていうかな、今のロレックスだったら別にそれできるじゃんみたいなのが多分去年だったんだよね。そうですね。だから今年はさ、なんかその方向性とかさ、あとドレスウォッチの1908とかも含めて、はい、あ、なんかすげえチャレンジしてんじゃんっていうのが伝わってきて、結城、うん、さんとさ話してたけど、なんかロレックスってやっぱ面白いんだなっていうのをなんか改めて思わせてくれた。そうですね。なんか僕自身がロレックス、まあ、このデイトジャストなんですけど、うんうん、このデイトジャストを手に入れてから、うん、その結構時計沼が加速したというかっていうのもあって、うん、ロレックス自体はやっぱりなんか自分の見方を変えさせてくれた存在だし、うん、まあ、面白いなと思って見てはいたんですけど、うん、ただまあいろいろ時計好きになって、まあ、ユリス・ナルダンとか、うん、グラスヒュッテオリジナルとか、うん、そういう少しニッチなモデルを買ったりとかしてる、してて、まあ、ちょっとロレックス避けてる感じが自分でもあったんですけど、うんうん、まあ、それをなんかウォッチ&ワンダーズでなんか全部払拭してくれたというか、めちゃくちゃテンションが上がる発表だったし、うん、あ、やっぱ好きだなって思わせてくれる発表だったなと思って、うんうん、それは本当あったよね。どこがっていうとさ、難しいんだけど、今年のロレックスの新作発表は見ててなんかワクワクしたっていうか、はい、だからここ最近の値上がり、まあ転売屋含めてさ高騰が激しくて、でなんか値段を中心にロレックスって本当 2,3 年語られてしまった。だその値段で語られるっていうところにも飽き飽きとしてたし、なんかそこでね、なんか結局俺たちにも手に入らねえブランドじゃねえかみたいなので、なんか冷めたというか、なんかロレックス以外のところを見に行っていた人って多かったと思うんだけど、はい、なんか俺も含めてなんかロレックスって本当にいいなって、だからゆうきさんが久しぶりにロレックスいいなって思ったのと同時に、うんうん、僕も少し前の動画でなんか最近何気になってますかみたいな動画出した時に、うんうん、なんかで言ってやっぱデイトナとかさ、そうですね、なんかデイトジャストとかさ見ちゃってたんだよね、うん、コンビが好きですね、しかも。ああ、そうそうそう、うんうん、やっぱり金ムクの話はやっぱりあったから、うん、少しその辺を見てはいたんだけど、はい、でもそれもなんかね4月以降だよね、うん、審査発表を見てなんかもう一回ロレックス見ようかなっていうような流れがあったと思う。だからそれは僕たちだけじゃないと思っているし、でその中で見つけたのがこれ。そうですね、デイデイトは、まあ、僕自身は割とスポーティーな時計が手持ちにいっぱいあるので、うん、で多分そういう時計が好きなんですよ、うん、なのでデイトナだって欲しいし、グリーンサブとかも欲しいし、欲しいっていう話で言ったら、まあ、いっぱい欲しいわけですよね。まあ金がいっぱいあるからね、はい、ただ、まあ、デイデイトはいつか買おうってずっと思ってたんですよ。このデイトジャストの、まあ、オイスターケースとか、うん、まあ、作りの良さみたいなところを感じて時計好きになったっていうきっかけもあるので、まあ、その同じオイスターケースを使っていて、うん、で、まあ、ロレックスの最上級のラインに位置する、うん、まあ、デイデイト、究極のドレスウォッチってロレックスはまあ考えてるみたいですけど、うん、まあ、これはいつか手に入れたいなって思ってたから、まあ、ロレックスいいじゃんって思った4月ぐらいに、うん、デイデイトマジで探そうと思って、うん、探していたら、うん、結構これ珍しい仕様なんですけど、まあ、出会ってしまって、これが確か名古屋にいた時に見つけたんですよ、ネットで。ああ、名古屋に出張かなんかで。そうです。あ、名古屋にいてホテルでゴロゴロしながら、うん、まあ、いつも僕毎日時計はいろいろ見てるので、うん、まあ、そのパトロール中にこれが新しく出てきたと。それを見てハチさんに電話して次の日東京でお店に見に行くと、うん、あ、じゃあ俺と話した時はもう見つけたその日だったんだ。そうですね。ああ、なんかすごいの見つけましたよみたいな、うん、ノリだったよね。いや実際問題、ね、これがさ、まあ、デイデイトっていうのもあるし、はい、まあね、ロレックスが好きだったら当然この色ってやっぱすごいアイスブルー、うん、でしかもアイスブルーっ
だけじゃなくてコンピューター文字盤でダイヤインデックス で当然だけど全部これプラチナでしょ。はい、すごい個体だよね。僕5年ぐらい前に一度同じ仕様のものを見てるんですよ。あ、そうなんだ。でそれに割と一目惚れして、うん、ただやっぱり手が出なくて、うんうんうん、でそれが今回偶然同じ仕様で出てきたので、うん、飛びついたっていう話なんですけど、うん、ただ条件っていう部分で話すと、うん、フルプラチナの時計って、うん、そもそも人生で1本でも手に入れられるかどうか危ういなって思ったんですよ。うん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 、それは値段的な意味。そうです、値段的な意味。まあ、あとは作ってるブランドも少ないので、あフルプラチナの時計って例えば、まあ、パテックで出てるやつとか、うん、あとは、まあ、カルティエの今年のウォッチ&ワンダース限定で出てたノルマルとか、うん、ああいうのがプラチナのフル、うん、ブレスまでプラチナですよってなるけど、まあ、そうそうないんですよね、まず。あそっか、ラインナップされてない。ケースがプラチナは意外とあるよね。意外とというか、まあ、それなりに見かける。はい、でもブレスレットまでか、うん、結構なくてっていうモデル、うん、の中ではこれが一番かっこいいよねって僕は個人的に思ってたので、うん、だったらそのフルプラチナの中でなおかつ自分の好きな仕様で、うん、っていうのがドンピシャ出会えたなら、うん、ここでなんか我慢するというか、買わなかったらまた5年前と同じで、うん、ずっと記憶のどこかには残ってて、あとはもうこういう答えは出てこなくなっていくので、うん、もう出会えないみたいな、そうだね、ことになるかなと思ったので、割ともう考える時間とかっていうよりかは検討みたいなのも正直あんまなくて、うん、検討なかったと思うよ、うん、あの初日にっていうか、あのその最初に僕と話していた段階で、はい、なんかちょっと行く人の気配がもうしてた。そうですね。あ、なんだかんだもう買う理由をこう語ってきている。そうですね、買う理由語ってましたね。買う理由をもう語っている。いやもうこれコンピューター文字盤で珍しくってロレックスのダイヤってめちゃくちゃ質いいんですよみたいな。そうですね、言ってましたね。言ってた。実際それの夜話してて、じゃあ翌日の昼間に、はい、まあ、ちょうどお互い時間空いてたからさ、じゃあ見に行くって言ってお店に行ってさ、はい、見るわけじゃない。はい、見ました。あ、どうだった最初初めましてして。あ、なんだろうな、久しぶりって感じでした。僕は5年前に実況見てたんで同じ仕様のものを。あ、なのでただこんなのなかなかまずお目にかかれなかったので5年間、うん、5年前に諦めた時に、その時は中野、うん、ブロードウェイで1回見たんですよ、うん、で感動したんですよ、うん、でも、まあ、手出なくて、で今回、うん、本当にすごい久しぶりに会った、まあ、ずっと恋焦がれてた彼女みたいな、なんか、うんうん、そんな感じですかね。実際完璧に近いと思うんだよね、スペックだけで見たらさ、はい、デイデイトでさアイスブルーの時点でわーってもうなるし、うん、ね、繰り返しになっちゃうけどフルプラチナでさダイヤも乗ってるまでもう言うことないと思うんだよね。であとサイズがこれ 36? そうですね、 36mm だよね。だからそこも含めてこんなの見つけたら即でしょっていう人は多かった気がする。その2日目にさ一緒に見に行って、僕が15分ぐらいちょっと遅れたじゃないですか、はい、で、あ、お待たせって言ったら、うん、ゆうきさんが見てて、もうあの買う直前の人のオーラしてるわけ。目がうつろ、目がうつろでもわっとしてるっていうかさ、あ、もう見入られてるなみたいな、はい、まあ前日のさテンションを聞いてるから、うん、まあ8割方いくんだろうなと思ってたけど、でそこでさ手で持ってるじゃない、はい、手で持っててさ遠目に見てもやっぱいいのよ、うん、で結城さんちょっとこう貸してって言ってこう借りるじゃないですか。でその時に結城さん、俺今日これ巻かないからっつ、うん、俺今日これ腕に通さないから言ってましたね。あ、試着をせず、走ったのは試着をせずしない、はい、決めてねっつって、うん、で決めなかったら多分僕言ってた、うん、だから僕即で言ってた。なんかもうこれを巻いたら、うん、欲しくて欲しくて仕方がなくなっちゃうから、うん、絶対結城さんが決着をつけるまでは巻かないでおこうと思って多分そこであの巻いちゃうと結城さんが悩んでる時に買わない方がいいよとか言っちゃいそうだったから。確かに、お気遣いありがとうございます。あ、
確かにでもこれは、まあ、僕が本当に 見入られてて、うん、でお店でハチさんが来るの待ってて、うん、でハチさん来てこれですよっつって見せた瞬間に結構マジでかっこいいものを見た時のハチさんの反応だったなってなんとなく感じてたんで、うん、ああそうかもね、うん、ちょっと前のメリカルそうそうおっていう何それめっちゃいいじゃんみたいないやでもねそれは俺だからじゃなくて多分行ける人だったらみんな同じ反応したと思うよやっぱこれだけのものはなかった気する、うん、あだからさ変な話僕らはその4,500ぐらいの時計を買う経験を何回かしちゃってるから、はい、いやもうこれは行くべきでしょと思えたんだけど、うん、とはいえ結城さんもさ時計を何本持ってるとは言っても1本だけっていうところで見たらさめちゃくちゃ大きな金額だったじゃないそうですねうんしそこをめちゃくちゃ悩んでる悩んでたってのも見てるからさどうやってお金工面するんだろうと思ってたら、はい、まあ結果としてはさその冒頭言った通りいろんなところを苦労してようやくこの一本を手に入れたことがあると思うんだけど、うん、そこまでしてさやっぱこれを買おうと思ったら何だったのやっぱりロレックスの作るアイスブルーの文字盤っていうところはちょっと意味があるなと思っててアイスブルーの文字盤のモデルをやっぱりいろいろ出してきたのって、うん、そもそも始まりはロレックスだし、まあ、とはいえやっぱデイトナのアイスブルーとかが人気だったりするから、うん、そっちの方が有名かもしれないですけど、うん、ただロレックスが一番最初にアイスブルー文字盤を載せたのはデイデイト 36mm のデイデイトなんですよ、うん、だそういうのを考えると、まあ、プラチナでしか使われないアイスブルーの文字盤とか、うん、で 36mm のデイデイトが最初だよとかっていう歴史的背景みたいなところを、うんまあ、なんやかんや好きなロレックスでそういった歴史的背景を選ぶみたいななんかそういう側面はあったと思いますただなんかこれも全部後付けな気がするんですよあ、まあ、知ってるからそうやって歴史的背景こうこうこうだよねって買う理由があるだけなんですよね、うんうんうん、でも多分買う理由だらけでしかも買いたいって感情だったし、うん、普段の検討っていうフェーズがなかったからなんか初めてなんですよ多分ああ一目惚れみたいな買い方、うんうんうん、嫁ちゃんは一目惚れじゃなかったと、うん、あ僕すごい考えちゃいましたこの嫁ちゃんの家柄は田舎の大富豪そうあの将来的に起きるメリットとかまで考えるメリットデメリットそういう人間なんですよ僕はあ、はい、ところがこの時はなかったと初めて一目惚れしましたねあすごいねこの時計にとっては光栄かもしれないいやでもなんか、まあ、一目惚れとは言っても、うん、あの5年前に1回見てるので、うん、その時のやっぱ一目惚れが多分忘れられないでずっとあったって感じですかねでそれで言うとさ、うん、確かにユキさんはちょいちょいこうデイデイと探してんすよねみたいな言ってましたね発言してたと思う、はい、確かにしてたと思うあデイデイトなんだみたいなそうですねレベルソとかさ、うん、ユリス・ガルダンだったりっていうその時計好きがチョイスようなものを買ってるのに今何見てんのみたいな会話をするとデイデイトってやっぱちょいちょい出てきててあデイデイトなんだみたいな当時は確かに思ってた、はい、確かにそうっすよねもうロレックスですもんね、うんああだからそのレベルソとかさチューダーとかさユリス・ガルダンとか、はいうん、GS とか言っておいて、うん次ロレックスなんだみたいなところは確かにあったよ、うん、ロレックスっていうものを探してる、うん、ロレックスの中のデイデイトっていうものなんですけど、うん、とはいえロレックスのモデルを探してるっていうのが、うん、なんかちょっと意外性っていうのはあるかもしれないんですけど、うん、ただ僕の中ではデイデイトなんですよロレックスじゃなくてデイデイト、はい、ロレックスのデイデイトなんですけど、うん、デイデイトなんですよあのヨットマスターとかそういうものを探していたわけじゃないですそうですそうですそこにピンとくるわけではないっていう、もうデイデイト一択で、うん、でもう今現行のデイデイトとかではアイスブルーのコンピューターっていうのはもうない、うん、もう今現行で探しても出てこないよっていうのもあるし、うんうん、っていうのも考えると、まあ、5桁か6桁かでアイスブルーの、うんうん、コンピューター文字盤にこだわるってなると、うんうんまあ、正直5桁の方がかっこいいなって僕は思って、うん、ただ6桁も1回つけたことあるんですけど、うん、あっちはあっちでもっと重いんですよああ時計がそもそもねそうです
だ見た目同じ、ケース券も同じだし、うん、でそれが新しくなって5桁から6桁になってるだけなんですけど、うん、重いんですよ。重さが全然違ってて、多分ブレスの作りとか、うん、いろいろ違うんだと思うんですけど、なんか重い時計ってテンション上がるから、うん、いいなって思ったんですけど、うん、ただそれはそれでまたもっと予算的にハードルが高い、うん、そうだね。だから現実問題どうすんのってなったら、うん、まあでもこの子は縁があるよなと思って、うん、まあなんとかお金を作ろう、うん。でもこの子をピンポイントで探してたわけじゃないんでしょ。デイデイとなんとなく見てて、はいはい、たまたま出てきたのが昔憧れたこの子だったっていう。デイデイとの中で探してたのは3種類あります、うん、まずアイスブループラチナで、うん、ダイヤインデックス、うん、できればコンピューターがいいなっていう、まあ本当まさにこの仕様っていうのが第一候補で探してました。で第二候補がイエローゴールドに、うん、天然の木とか、うん、またオニキスとか、あ、はい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 、っていうのを探してました、うん、で第3候補でエバーローズゴールドの、うん、まあ、文字盤に関しては、うん、なんか本当にピンとくる色みたいな、あ、まあそこは出たとこ勝負だよね。そうです。でもやっぱり結局のところ一番僕が探してたのはずっとプラチナで、あ、ほとんどプラチナのデイデートしか見てなかったっちゃ見てなかったですね。なるほどね。まあ多分これがねやっぱ頭にあったんだろうね。そうですね、引っ張られたと思います。あ、でそこからちょっとこうちょっとずつ要素を変えていったら、さっきみたいにイエローゴールドだったり文字盤ちょっと変わったのっつってオニキスダイヤだったりみたいな話になってくる。そうですね。あとまあ去年、うん、あのハチさんもその時いたんですけど一緒に、うん、イエローゴールドのアンモナイトの文字盤のデイデイと僕30分ぐらいつけさせてもらったんですよ。そこでやっぱイエローゴールドっていいなとか、うん、アンモナイトとか珍しいしいいなとか、うん、なるほどね、またつけ心地やっぱいいなとか、うんうん、いろんなこと思って、その時ぐらいからですかね、あの本格的にやっぱりデイデイといつか買おう思ってるんだったらもう早く探していいのがあったら早く手に入れて、うん、なんか少しでも長く一緒に過ごそうって思って探し始めたのは、まあ、去年のその秋くらいですかね。あ、なるほどね。からずっとちょこちょこずっと探してました。なんか今その話聞いてて思ったのはやっぱりそのみんな僕もゆうきさんも時計好きとしての原体験みたいなのってさ、うん、多分あって昔に憧れたあの時計ってやつだよね。あ、それが頭の中にあって、でいろんな人からつけさせてもらうとか、お店でちょっと似たものに出会うとかっていうのを繰り返していくとさ、ちょっとずつずれていくんだよね。ちょっとずつずれたものも候補になっていく。さっきの結城さんが候補3つありましたって言うけど、多分本当は候補って1つで、そうですね、ちょっと、まあ、これも悪くはない、これも悪くはない、まあ、悪くないっていうか自分の中の表現ではこれも欲しいにはなってると思うんだけど、そうですね、うん、ただその原体験のさものってすごく強くって、それが出てきたらさ多分一瞬なんだと思うんだよね。なんか、まあ、候補とか、うん、許容範囲が広がっていくみたいな、うん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 、っていうレベルの話で多分、うん、でも一番最初にもともと植え付けられた、うん、これいいなっていう体験の記憶とかは、うん、多分一生塗り替えられないんだろうなみたいな。いやでもそれはねよくわかる、うん、僕もここ最近時計見てて、例えばこのハチというキャラクターがどういうものを買ったら面白いかとかさ、はい、あの資産価値的にどうなのかみたいなのはそれは結構計算するよ。別にその中でなんか狙って買うわけじゃなくて、根本にあるのは自分が本当に欲しいものっていうところでそれが第一としてあって買ってくけどさ、でもやっぱりその物事何でもそうだと思うんだけど、経験値が増えれば増えるほど不純になっていく、うん、確かにそれはなんとなくわかるですね、うん、別にそこではそれって間違ってないんだけどね、ただ間違ってないっていうことと、あの純度 100% って違うよね、うんうんうん、不純物がちょっとでも入ってたら話変わってくるですね。いやそうだと思う、うん、だそれはなんか聞いててもう自分の中にも思い当たるものがあるというか、うんうん、でなんか聞いててね、なんかあの買った時に横で見てたけど、あの瞬間はさこのデザインが好き超かっけーみたいなところに、うん、まあそれはそれでその思いだけでいくのは別にいいと思うんだけど、はい、なんかそれ以上に根深かったというか、結構昔からこれを求めてたんだなみたいなのをなんか聞いてて、そうですね、思いますね。そうですね、結構多分自分でも、うん、なんかまあ時計好きになってきて、うん、いろんな
気候がどうとかムーブメントがどうとか、うん、いろんなことを調べて楽しく知っていったけど、うん、けど超シンプル王道のなんか最高級みたいな感じで、うん、デイデートに戻ってくるんだっていうのは、うん、自分でも意外性はあったというか、あーなるほどね、うん、ただやっぱりそのかっけえっていう気持ちは諦めたくないなっていうのが、うん、その諦める理由が結局お金じゃないですか。そうだね、買わないっていう選択をする場合って、あ僕の場合はもう惚れてて買わないっていう選択をするなら、うん、それって絶対理由お金だけなんで、うん、お金だけが理由で、うん、かっけえってマジで心震えたのを諦めるのは、うん、なんか大金払ってでもその体験経験はした方がいいんじゃないかなっていうのが、なんかかっけえを諦めたくねえっていうのがなんか自分の中でその日すげえ思って、なんか本当に、はい、本当に無理な金額はあると思うのよ、はい、なんか1億の時計とか言われちゃったら、うん、すいませんみたいな、ほーんって感じですね。あいやめちゃくちゃ欲しいんだけどどうしても無理ですはあると思うんだけど、はい、だから今回の場合ってさ、やっぱりその頑張ったらいけるんじゃないのかみたいなギリギリになったと思うんですよね、はい、そこが迷うよね。そうですね、それは迷うと思うし、横から見ててもその楽な金額じゃなかったと思うから、うん、よく言ったなってそうめっちゃ思いますよ。あれお金作る時に、うん、一番僕が思ったのは、うん、金無垢の時計3本持ってるんですけど、うん、その3本はどれも今手放したくないと思って、うん、金無垢の3本は手放さずに、うん、このプラチナを手に入れようって思ったんですよ、うんうん、まあ、その結果ステンレスが2本いけにえになったんですけど、うんうん、なんとなくその金無垢の3本とこのプラチナで素材的ななんか一旦その高級どころはまあイエローゴールドもピンクゴールドも持ってて、で今回プラチナだからなんか自分の中でコンプリート感があって、あなるほどね、だ次セラミック行きたいなとかって今思ってるんですけど、あなるほどなるほど、なんかそういういろんな意味でその埋めていく感覚、人生のピースを埋めていく感じ、うんにこの子は必要不可欠だったっていうのがなんか今思い返してみれば、あなるほどね、うん、自分の中にあったカテゴリーというかのに気づいた、そうですね、あなるほど、あとはいつかやっぱ買うと思ってたら、うん、早く買った方がいいなって、まあそれは今のさ時計好きにとっては重いテーマだよね、うん、あの油断してたら8%、10%、20% って上がっていくし、そうですね、なんだったらね1日違うだけでね 50% ぐらい上がる時計もあるわけだからさ、うん、あるですね、あまあ本当にいい決断だと思う。だってね本当にさ、だってさデイデートでさアイスブルーでさ珍しいコンピューター文字盤でさ、うん、フルプラチナでさダイヤベゼルにダイヤインデックスでしょ、62個のダイヤだっけ、ベゼルに52個あでインデックスに8個ポイントあでバケットダイヤが2個、あだから、ま、トータルは62個だけど、バケットダイヤが2個っていうのが一応石業界では違うところみたいな、石業界だね、らしいです、はい、あいやでもさ今の環境で今2023年、はい、6月でこれがさ出てきたらさ、うん、新しいモードとしてね、はいはい、出てきたら多分だけど一線下らないと思うよ。どうなんすかね、結構このデイデートって、うん、5桁のデイデートは狙い目だと思いますよ今今あで多分そんなに上がらないと思うんです。あそうなんだ、もうちょっと時間かかるですね上がるとしても、んなんとなくですよ僕 の, あのなんとなくの経験則ですけど、あ こういう時計はもうちょっと時間かかると思ってます、うんうんうん、まあ知られみんなにね知られる前に手を出せたっていうのは、うん、まあ日頃の情報収集の賜物かもね、まあ、デイデートみんな興味ないっすよね。それはすごい思うっす。あやっぱデイトジャストと何が違うのとか、あまあねっていうレベルじゃないですか、パッと見変わらないし、うんうん、まあでもなんか今回これは、うん、このアイスブルーをやっぱりその本家本元、うん、ロレックスで変えたことであったりとか、まあ、あとはダイヤ、ダイヤって本当人を選ぶと思うんですよ、うん、でもなんとなく自分のこの
ちょっと破天荒なのか分かんないですけど、うん、まあ、よく言われるので破天荒っていう言葉を使いますけど、うん、自分のそういうキャラクターにこれだったらなんとかいけんじゃねえかなみたいな。なるほど。ただ今すぐこの瞬間似合うとは思ってはなくて、うん、ただこれに似合う男になればいい、まあ、自分の方向性みたいなのを、うんうん、まあ、常に教えてくれる時計かなってのはちょっと思うですね。まあやっぱりね、気合い入れて買う時計っていうのはどこまでも言っても未来の自分、うん、セルフイメージとの関連性は絶対入ってくると個人的にはね、うん、そう思うから、いやそういう迷わないための指針というか指標となり得る時計を買ったっていうことは、まあ、結城さんにとっても意味があったのかなと思いますね。そうですね、これはちょっとなんとか一緒に頑張っていきたいですね、このデイデイとともに、うん、じゃあ最後にこれからの抱負みたいなものを一発ぶち上げていただいて、あのね、未来の息子くんの2本を犠牲にしてそうですね、今にかけた男として、まあ、確かに本当にあの自分の今を生きてるなって言われれば言われるほど思いますけど、そうまあまあでもあの息子くんにちゃんとプレゼントして喜ぶような、うん、喜んでもらえるような時計っていうのはまたこれからも収集していきたいと思いますし、うんうん、まあ、今回はちょっとこういう出会ってしまったからなんとかあの本当お金を作るために本当ごめんなさいっていう感じなんですけど、うん、ただ、まあ、このデイデートがやっぱ大人になった時に自分が、うん、まあ、まだ26なので、うん、35とか40とかで年を重ねていった時に、まあ、このダイヤとか、うん、プラチナとか、うん、まあ、あとはこの歴史をすごく感じるこの 36mm のこのケースとかっていうのがバチッと似合う大人になっていくためにちょっとこのデイデースと一緒に、まあ、精進していけたらなと思います。いいと思います。団長っぽいな今団長っぽい。まあね、じゃあみんなで本当に、まあ、そういう風な思いで、はい、僕も団長も田口もみんな頑張ってると思うから、はい、まあ、これからもみんな一緒に頑張っていけたらと思いますですね。楽しくワイワイ頑張っていきましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。